お世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤江です。皆さん、突然ですけれども、こちら、千葉県のある市なんですけどね、市町村、市なんですけど、こちら皆さん、読めますでしょうか？これ、難しくないですか？知らないとまず読めない市かなと思うんですけどね。多分、千葉県で一番難しい、1、2を争うという感じですね。はい。読めない。ありがとうございます。はい。福島から、ありがとうございます。ね、福島の方読めませんよね。東京からですかね。奈々さんね。福佐、はい。はい。ありがとうございます。捜査。そうですね。捜査市と読みますと。ね、太郎さんはね、割と近いところですね。千葉県ですよね。はい。そう、普通は読めません。はい。関東だけどね。読めないでしょう。はい。捜査市でございます。難しいんです。まあ、難しすぎて有名になったっていうのはね、あるかもしれませんけど、はい。捜査士と読みます。このね、難しい読み方の捜査士でですね、もう時間がないんですけど、もう5月の21日、もう来週、1週間後にですね、この八日市場公民館というところで、3階大会議室で、講演をさせていただくことになりました。はい。で、こちらのイベントはですね、もちろん僕の視聴者さんにももう本当にたくさん来てほしいと思います。もうたくさん来てほしいですよ。はい。あと、地元の方が今ね、一生懸命、いろいろね、チラシをね、いろんなところに貼ったりね、地元の方を呼びかけようと頑張ってる方がいらっしゃるから、まあ、できればですね、地元の方がね、たくさん来てほしくて、だから僕としては全く知らない方がですね、僕の発信全く知らない方が、まあ、ゼロから今起きている、ね、特に日本人がめちゃくちゃ死んでいるというね、死者が激増しているという話をね、まあ基礎からお伝えできるような内容にしたいとは思ってます。とはいえね、本当皆さんにも来てほしいんです。皆さんにも来てほしいです。はい。はい。で、この動画を見てですね、参加していただけるという方はですね、参加希望と書き込んでいただけると嬉しいです。で、いつもはこの参加希望に、いつもはですね、参加希望と書き込んでくださることが一応ね、申し込み条件なんですけど、ね、まあ書き込んでいただかないと参加できないというようなことでご案内してるんですけど、まあ、今回は参加希望と書いていただけたら嬉しいです。はい。なんでかというとね、今回もう会場がですね、もうでかすぎて、絶対いっぱいになるわけないんで、いつもはですね、人数制限、ね、キャパをオーバーしちゃうといけないからということで、皆さんからね、人数の把握をこっちもしないといけないからということで、もう参加希望ですというやり取りをさせてもらってるんですけどね。今回会場がでかすぎて、はい、180人入る会場ということになってますんでね。まあね、この、あと1週間でね、もう絶対無理なんでね、こんなね、180人がね、溢れるなんて絶対無理なんで、すいません、僕、ちょっと今ね、見栄を張っちゃってね、あと1週間でとか言ったけれども、はい。1ヶ月前の告知でも無理ですわ。無理ですわ。はい。僕が講師で180人は無理ですわ。はい。なので、本当視聴者の皆さんもね、コメントいただければ励みになるし、コメントなくても、当日都合がついたら参加でも、もう大歓迎ですんでね、来てほしいなと思います。ちなみに、これ千葉県あるあるかもしれませんけどね、千葉くんという千葉県の、いわゆるゆるキャラ、マスコットキャラクターなんですけど、これ千葉県の、ね、地図の形してるんですよ。で、今回の捜査士は、ちょうどこの辺ですね、このね、耳のこの付け根あたり、この耳の裏あたりですね、この辺ですね。はい。で、こっち東京、こっち埼玉。はい。ちょっとね、端っこなんですけれども、なんとか皆さんね、会場が大きいんで、来ていただけると嬉しいです。それから、さっきですね、僕、この捜査士が、千葉県でも1、2を争う難しいね、読み方の市だということで申し上げましたけど、僕はね、1、2を争う、もう一つはここだと思うんですよ。皆さん、ここの町は読めますでしょうか？この、酒い町。読めますでしょうか？どうでしょうか？田辺子さん、ありがとうございます。はい。そうですね。シュシュイとはそうですよね。そうですね。いや、普通にそう読んじゃうと思いますよ。うん。ささいとかね。そうですね。酒ですからね。すすいしってね、そう、すすいってね、そもそも町ですけどね。奈々さんね。はい。はい。ささい町ね。ささいね。ささい。
はい、そう、太郎じいさんは千葉県民でいらっしゃってね。はい、そうですね、治水町です。これは難しいですね。はい、治水町でございます。で、治水町は千葉くんで言うと、だいたいこの目のね、こう下あたりのね、このあの涙が流れちゃうところあたりですね。このね、このあたりですね、治水町。はい、はい、これは割といけるんでしょうかね。うん、こちらどうですか皆さん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、豊洲ってこうちょっとひねりましたね。ありがとうございます。豊洲ではないです。はい、こちらはね、富津ですね。こっちは読めますか皆さんね。はい、富津ですね。はい、富津、うん、地元の方はかな、結構富にアクセント、富津ってね言いますけどね。はい、うん、富津。はい、はい、で、千葉くんで言うと、ちょうどね、富津はあのこのね、ここにね、本当はね、僕デベソをつけたらいいと思うんですね、千葉くんにね。ちょうどこの辺にね、富津岬ってあるんですけど、この辺が富津なんですね。はい、だから僕ね、この千葉くんにね、デベソをつけるとユニークでいいんじゃないかなって思うんですけど、本当にね、地図で言うとこの辺、はい、富津、これ出っ張りあるじゃないですか。ね、これ千葉くんにねつけたらね、面白いのかなって僕は思ったんですけどね。僕が作者だったらこうね、デベソにしますけども、はい、本当にね、どうでもいい話でした。はい、告知としては以上で、あとですね、今日ですね、もうこれも皆さんぜひライブ配信で見てください。サイエンスと医学の光を照らすということで、第1部は公開してですね、もうすぐ数時間で削除されました。もうこの第2部 もう間違いなく削除されますので、できればライブ配信で見ていただいてね。前回どうかな、2000名ぐらい見てくださったかな。それだけの方がね、この1000名2000名ってもっとって増えていくと、いわゆるね、一般の方ですね、いろんな方のおすすめに動画が表示されてきますんで、できればライブ配信でね、もっともっと2000人以上、前回以上見てくださってね、もういろんな方に見てほしい。で、前回はもしかしたら福島先生の話難しかったという方もね、いらっしゃるんではないかと思うんですけど、今回は会場からですね、いただいた、あ、これはまず録画なんですけど、ライブ配信形式で、公開します。そうしないと、ライブ配信じゃないとね、そもそも公開できないと思います。はい、今のうちからね、動画をアップロードしておいて、8時に公開しますっていう風に、一旦 YouTube にね、動画を預けちゃうと、その時点でね、削除されてね、公開前に削除されちゃうと思うんで、ライブ配信でしかね、YouTube ではできないということでやっているんですけれども、第1部は福島先生の講演でした。で、第2部は福島先生、そして宮沢孝之先生を交えたパネルディスカッション形式ですね。あらかじめ参加者からいただいた質問に対して答えるという内容なので、まあ、非常に分かりやすくなっていると思います。はい、私もそこにね、司会者として参加させていただいております。はい、ね、皆さんね、拡散していただければと思います。この動画の説明欄にリンクを貼っておきます。はい、消される前に見てください。そしてこちら、5月21日、匝瑳市での講演会、会場が大きいので、よろしかったら来てください。助けに来てください。今回は以上です。藤井でした。ごきげんよう。体に気をつけて、また会いましょう。